はい、どうも皆さんこんにちは。庄島漁師浜江です。今日はですね、休日ルーティーンということで、漁師が休日に、まあ漁師というかもう僕ですよね。僕が何をしているかっていうと、僕は大概休みになると高松の方に一人で飲みに行きます。で、今日は妹に、ちょっと港の方まで送ってもらってます。ありがとう、らしいです。じゃあ行ってきます。あいにくの雨ですが、居酒屋に行きます。はい、じゃあホテルにやってきました。ホテルはね、とっても綺麗です。なんか大浴場があるらしいんで、ちょっと一っぽろ浴びてから、すっぱりして、さっぱりすっぱりしていきたいと思います。はい、一っぽろ浴びてきました。僕はですね、もう髪の毛は基本的にドライヤーは使いません。自然乾燥でございます。で、今から居酒屋って言ったんですけど、先に高松駅の方に僕のおすすめの立ち食い寿司屋さんがあるので、そこに一杯飲みに行こうと思います。高松駅です。じゃあ早速頼みたいと思います。大将、おすすめは何ですか？今日はタイハマチ。タイハマチ、じゃあ生ウニ鉄火巻きいただきます。タイハマチ生ウニ鉄火巻き、はい、ここの鉄火巻きね、最初中トロで作ってくれてすごく美味しいです。どっさりね。ありがとうございます。これはでも誰が来ても一緒やからね。そうですねもうすごい包丁ですね。切り包丁です。すごい。トロです。美味しそう。ありがとうございます。よく来られるんだ。結構月2ぐらいは。小豆島ですか？小豆島です。じゃあ乾杯。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。炙ってもらったらいいですか？続いて炙ってもらったら、炙るの京都市のどの辺に大将、今日はありがとうございました。10年来と
どうも、じゃあごちそうさまでした。皆さん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。1時間で。当店ワンドリンクオーダー制かドリンクバーになるんですけど、ワンドリンクで、はい、じゃあこのラムネセワーじゃない、ラムネサワーでお願いします。乾杯。はい、じゃあ帰ります。よく歌いました。じゃあ麻婆ラーメンと生ビールお願いします。はい、じゃあ今から最後にこの、バーに行きたいと思います。はい、こちらお通しになります。あ、いただきます。ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃあこのこれ何でしたっけ。梅のソーダ割り。梅ソーダ割りいただきます。はい、じゃあなんかあのお魚の魚ということで、はい、タチウオの唐揚げを店員さんが隣で飲んでたんですけど作ってくれるそうです。ありがとうございます。じゃあ男なら最後まで。じゃあまず、結局何が言いたい。何が言いたい。マスターがとりあえず飲み物が、はいはい、ハイボールで、はい、ありがとうございます。これでお願いします。レモンサワーで。レモンサワーがいいですか。はい、はい、レモンサワーいっちゃでーす。いいよ。これでお願いします。はい、めちゃくちゃうまいです。うん、濃厚。アジ。はい、じゃあもう1時半でございます。かなりですね、酔ってきました。気持ち悪いんですがもう一軒行きたいと思います。
はい、こんな感じで残りのものを食べてですね、酒を飲んでみたいな感じが僕の休日の過ごし方でございます。もう酔っ払っちゃってですね、目が真っ赤で、申し訳ないです。ぜひですね、またちょっと反響があればこういう動画もやってみようかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。じゃあバイバイ。そしてこれらを食していきたいと思います。